ございます。いや快晴、今ね朝の5時45分頃かな。久しぶりに元ブログでヘルメットの中で話してるとなんかちょっと話しにくいですね。いや富士山バキッと見える。で今日は近所をちょっと走ってるんですけれども、まあ、東京からちょっと他県に行くっていうのは自粛した方がいいということでですね、まあ、都内走るんですけれども、私が住んでるのが東京の日野市になるので、まあ、隣町の八王子市のちょっと西部の方を早朝ねくるっと回って、帰ってこようと思います。まあ、途中どこも寄らずね誰とも接触せずに、近所をちょっと走るという形ですね。まあ、あまりバイクに乗らないと本当にバッテリー上がっちゃいますし、まあ、たまにはね、こう走らせてあげる必要もあるので、で今日はちょっと走りながら、この BMW R1200RS 納車されてだいたい3週間ぐらい経ちました。でこんな時期なのでツーリングには行けてないんですけれども、まあ、仕事とかね買い物で、まあ、乗る機会はありましたので、先日納車動画は上げさせていただきましたけれども、まあ、あれはね納車して帰ってくる時だったので全くねバイクのことをまだ全然理解できてなかったので、今日はね3週間ぐらい乗ってみて、こいつがねどういうバイクなのかというのをちょっと素人なりの、まあ、レビューというかですね感じたところというのを、お話しさせていただこうと思ってます。 いやー朝焼けが綺麗、なんか雲もね幻想的だ。浅川ですねこれが。さあそろそろレビュー始めたいと思います。今ね陣馬街道入ったところですねここ、うん、じゃあまずいいところを、まあ、ボクサーツインエンジン水冷のねエンジンなんですけれども、非常にフィーリングがね滑らかですね。乗っててすごく楽しくなってる。で、まあボクサーツインの BMW 空冷のね激しいこう鼓動とかそういうのを、まあ、期待されてる方はあんまりこう好きじゃないかもしれないんですけれども、まあ水冷ということもあるのと、あとバランサーが入ってるって言ってたんですけれども、そのおかげでね、まあ、始動時のこう、まあ、ボクサーツインの特有のこうブルンと右左に触れるっていうのは多少はありますけれども、そんなにすごい感じはしません。まあ慣れてしまえばっていう感じですね。あとはまあ、当たり前なんですけども大排気量でツインなのでトルクがねすごいですね、うん、特にね3000回転以降のトルクはね半端ない。もうアクセルひねるとリアねホイールスピンしそうになるぐらいね中回転域のトルクっていうのはすごいですね、はい、であとはねまあ、この子の特性上なんですけれども、まあ、高速道路とかで100キロクルージングするときはものすごい楽ですね、まあ、カール立てればねちょっと頭引けば顎引けば風がね綺麗に流れていってくれて全然疲れないですね、はい、まあ、よくできてますこの空力対策っていうのはね。あとは節々の作りがねすごく丁寧、こういうねスイッチ類であったり、まあ、ビス1個取っても BMW って刻印が入ってるので無駄にねお金かかってますよねこういったところは。あとは
何一番最初にいいなと思うのはキーレスエントリーなところ、ここはね外せないですね。キーを入れてねオンにしてっていう、もうバイクに乗っていたらもう一回ツーリングに行くと何十回もやらなきゃいけないねこの動作っていうのが全く必要ありません。はい、あとガソリン給油時もねすごい楽コック外すときに刺さなくてもいいですからね。はい、あとは次にねすごいのは安全性能かな。特にねこのブレンボのブレーキ前後めちゃくちゃよく効きます。はい、握ったら握った分だけねぐーっとね制動力発揮してくれます。やっぱさすがですね。はい、こう次にね地味なところでいくとタイヤの空気圧のチェックをするのにね、まあ、バルブあるでしょ、あれがね横向きについてるんですよ。すごいね整備性がいい、あれね日本車も見習ってほしいんですよね。ガソリンスタンドで空気入れるときにね日本車だと入れられないものもありますからね。L 字型のねこういう空気のバルブじゃないとねなかなか入れにくいと思うんです。これはもう最初から横向きについてますので、とってもね整備性がいいです。燃費に関してはまあまあって感じですかね。ちょっと長距離の高速移動をしていないのでまだねそこまで分かってないっていうのもあるんですけども、まあ、普通に乗っててリッター20キロぐらいは走ります。リッター21キロぐらい走るかな。はい、次にねクラッチがねすごい柔らかくて疲れないですね。ファンクラとかも余裕です。はい、あとはシフトサポートプロという、まあ、クイックシフターがついていて、上げ下げ両方対応してますのでこれもね非常にいいです。でよくね1速から2速2速から3速ぐらいまで、クラッチ握らずに、ギアをアップした時に振動がすごいっていうのはあるんですけれども、これねきちんと加速してアクセルを開けてればスコンスコン入ってくれます。パーシャルな状態で、クラッチ握らずにこうシフトアップするとこんな感じでドンってなりますけれども、ちゃんとねこう加速してる最中に上げると気持ちよくね繋いでくれます。上げるときはねすごくあまり考えてもアクセルを振ってバイン感じでね、シフトチェンジしてくれます。もうこれはね非常にいいですね、気に入ってます。まあ後で悪いときに言うんですけれども純正シートがあまりにも低すぎて私ハイシートに買い直しました。 BMW 純正のねでこのハイシートがすごくいい。スポンジもね絶妙なね柔らかさ、お尻全然痛くならないんですね。あんこが分厚くてねこれはすごくいいです。でリアシートもあんこすごい分厚いので多分タンデムされる方もね長距離乗っても全然余裕だと思います。あとはね本当はねこれハンドリングとかねそういったところをきちんとお伝えしたいんですが実はねこれも1万4000キロ走っていてまだタイヤの溝残ってるんで最後使い切ろうと思って走ってこのまま履いてるんですけれども純正でパイロットロード4だったかなミシュランのが装着されていてまだねそれ1回も交換されてない状態です。で1万4000キロでもまだ水余ってるってすごいよね。持ちがパイロットロード4すごいな。で、実はね今日時間があればタイヤ交換してこようと思っているので
タイヤ交換してからちょっとハンドリングあたりね、周りのレビューをしたいと思ってます。クルーズコントロールっていうのかな、はい、これもねすごく操作しやすいです。これトレーサー900にもついていたんですけれども、ボタンの操作性はねこっちの方が操作しやすいかな、うん、まあ、あとはね120キロとかでも設定できますので、まあ、そういったところもいいかなと思うんですけども、まだねあんまり高速乗ってないのでそれはおいおいかな、うん、じゃあね次に悪いところも行ってみようかなと思います。先ほどシートの話したので、まあちょっとその続きで、この日本モデルで標準装着されているシートがローシートになっていて760ミリなんですね。試乗高がもう低すぎる、もうね疲れちゃうですね、足が窮屈で、この低いシートにね長時間乗ってると。なんでちょっと足の付け根の特に外側がものすごく痛くなるんですよね。なのでもう買って1週間かなもうハイシート買ってましたね、うん、まあここはシートを付け替えれば解決する部分なので、まあまあ買われる方はねもうハイシートも一緒にオーダーしておいた方がいいかなと思います、うん、次にね、ハンドルのグリップが若干細い、うん、日本車よりもね細いんですよ。なんで細いんだろうねこれで、こういう靴べらあるでしょ、高速とかねこうアクセル握らなくてもこの焦点のところでねするやつ、これがねはまらない、スカスカでくるくる回っちゃうんですよ。なのでちょっとシリコンの、まあ、ちょっと中シートっていうのかな、これくるっと巻いてそれでこれ装着してます。あともちょっと疲れるよね細いと、まあ、大げさに言うと刺さるっていうか、まあ、刺さりはしないんだけどね、ちょっと持ってるとね、うん、違和感あるかなっていう気はします。であとはね、そうだな、ライトがねハロゲン級でオレンジ色なんですよね、うん、もう速攻ね LED に変えちゃいました。暗いよね本当に、これねなんとか改善しなきゃいけないポイントだと思います。皆さんね他の方見るとフォグランプ追加されてる方とかもいらっしゃいますよね。私はあんまり暗い時に乗らないようにしてますので、まあ、フォグランプまではいらないかなと思います。あとはまあいい面でもあり悪い面でもあるんですけども、電装系のねこう監視するシステムでキャンバスっていうのがあるらしいんですけれども、こいつがね電球切れとかをチェックしてるんですよこまめに。で、LED のヘッドライトは問題なかったんですね、引っかからなかったんですけども、ポジション級 T10 ウェッジのねポジション級を LED 級に変えたところ、これ引っかかっちゃいまして、ワーニングが表示されてます。見えるかな、はいこれもねキャンバスキャンセラー付きの LED 買ったんですけど、やっぱり出ちゃいましたね、まあ、そのうち買い替えたいと思います、はい、あとはね悪いところ、まあ、ライト行ったでしょ、ハンドル行ったでしょ、ああそうそうそう、あとはねまあ、私があんまり身長高い方じゃないので手足もね短いのであれなんですが、ハンドルが遠いんですよね。でこれもね長時間乗ってると腕とかね肩が疲れてくるので、私はハンドルアップのライザーキットを購入して、こうハンドルアップとちょっと手前に来るようなキットを買ってます。1万6000円ぐらいだったかな、うん、でノーマルのね、ケーブル類でそのまま装着できるので、まあ、これはね
つけた方がいいかなと思います、うん、あと悪いところってなんだろうね、全部ね解消できるところではあるので、うん、思い当たらないかな。さあちょっと止まろうかな。あとねみんなよく言うのはスタンドが出しにくいって言うんですけど、まあ、確かにね結構前についてるんですけれども、あの私はねこういうなんかスタンド出すときのアシストする後付けのキットをつけてますんで、まあ、これつければ全然問題ないかなと思います。うん。あと何でしょうね、そう言わなかったんですけど、まあ、このアクラボビッチのモトラットさんの純正のスリップオンの、まあ、カスタムマフラーになってると思いますけど、すごく音がいい。もっとね静かかと思ったんですけど、思ったよりね太い音がしてね迫力あります。特にエンジンスタートの時ね。うん。あとセンタースタンドほとんど使わないんですけど、センタースタンドもついてるので整備性がいいですよね。はい、まあ、本当ねよくできたバイクだと思いますね。まあ今日はね、都内から出ないと他県には行かないという近所のねツーリングなので、これで引き返そうと思います。それでは本日もご視聴いただいてありがとうございます。もしよろしければ高評価ボタンを押していただいて、次回も見ていただけるようであればチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたね。バイバイ。